シミュレーションゲーム。シミュレーションゲーム、シミュミレーションゲームとはその名の通り現実の実証、体験を仮想的に行うコンピュータゲームのジャンルの一つ。日本では特にコンピュータゲーム関連で SLG と略されるのが一般的。英語圏では昔は SIM というもう一つの略称の方がよく使わる傾向にあった。日本で SIM というと 主に携帯電話に使われる、シムカードを指すことが多く、紛らわしいため、基本的には使われない。一旦に、シミュレーションゲームと呼ぶ場合、意味合いが後半に及ぶため多くはさらに細分化された、ジャンルによって分類される。以下、一般的にシミュレーションゲームとして扱われる、あるいはシミュレーションゲームとしての要素を包合している、ジャンルを列記する。戦争を題材に扱った。 ウォーシミュレーションゲーム、シミュレーションウォーゲームもしくは単にウォーゲームと呼ばれることもある。このタイプのゲームは軍隊の戦術研究に用いられていた機上作戦演習に橋を発し、ボードゲームまたはコンピューターゲームとして発表、発売されており、再現規模によって戦略級、作戦級、戦術級に区分することもある。さらに個人の動作まで意識する戦闘級や 二つにまたがった再現レベルの場合は、作戦戦略級のように言う場合もある。中世以前の戦争や、スペースオペラ等の宇宙戦争を扱ったゲームもこのジャンルに該当する。国内では1980年代頃に、海外メーカー製のこのジャンルのボードゲームを玩具メーカーなどが国内で販売したことに橋を発して、このジャンル、ヒリアルタイムで戦闘を再現するゲームについて、 ミュレーションゲームという呼称が一般的になった。後にパソコンゲーム、コンシューマーゲームとして、コンピュータ上で再現、および対戦相手をコンピュータが行うようにしたものが発売されて今に至っている。ファミコンボーズ、発売元、ニンテンドー、大戦略シリーズ、発売元、システムソフト、ハイブリッドフロント、発売元、セガエンタープライゼスがこれにあたる。 会社や組織などの収入、支出や人的資源、物的資源、不動産などをゲームの要素として会社の初期状態から目的に沿って事象を発展あるいは進展させるゲームを経営シミュレーションゲームとぶ。ボードゲームでは複数の組織をそれぞれ各プレイヤーが担当し自分以外の組織の利益を奪って自分のものにするゼロサムゲームに近い構造のものが多い。 逆に、コンピュータゲームでは一人でのプレイがあるになる。特に、プロスポーツチームなどの登場人物、あるいはペットや競争場などの能力を向上することが、ゲーム上重要なものは、育成シミュレーションゲームと呼ばれることがある。また最近では、シム、シムシリーズや、タイクン、タイクーンシリーズ、A 列車で移行などの、自宅周辺都市レベルの開発を扱った経営。 育成シミューションゲームのうちリアタイムで進行するものがミニスケープあるいは箱庭ゲームと呼ばれるようになっている。役割、ロールを演じる、プレイという意味合いからロールプレイングゲームもゲームの構成によってはシミュレーションゲームとしての要素を含んでいる。特にテーブルトーク RPG では初期の頃はシンプルな戦闘の再現の一形態であったものが社会階級や性格、 国家の設定など詳細な要素が加えられてきた。これは複雑なファンタジー世界や登場人物の人間関係のシミュレーションゲームということもできる。コンピュータゲームでもウィザードリーやダンジョンマスターなどのダンジョン、洞窟、迷宮をいかに攻略するかといったものはある種の戦闘シミュレーションゲームとも言える。また、 近年コンピュータゲームではシミュレーション RPG と呼ばれるジャンルが人気を博している。これは上述したようなロールプレイの持つシミュレート性からそう呼ばれるのではなく登場人物をコマとして動かす戦闘シミュレーションゲームを模したシステムを採用していることが多いためである。複数の登場人物を戦闘経験により能力向上させていくという育成。 シミュレーションゲームとしての要素を合わせ持っている。なおシミュレーション RPG の原点とも言える作品は、ファミリーコンピュータの未来戦士、ライオスなどが該当する。また、シミュレーション RPG を日本国内において広く知らしめたのは、任天堂のファイアーエイムブレムシリーズだと言える。実在する乗り物、講義の意味では実在しないフィクション上の兵器、あるいは、 開発途中で実機の存在しない乗り物なども含まれるの操縦、運転を再現する。電車など鉄道車両を運転する、鉄道シミュレーションゲーム、隠し航空機を操縦する、フライトシミュレーションゲーム等がこれに該当する。実機になるべく近づけるため専用コントローラーが用意されることも多い。これらのうちゲーム性よりも再現性を重視するものは、特に シミュレーターと呼ばれることがある。本来は実機では失敗した時の損失が大きいため、コンピュータ上で航空機や電車の操縦方法を習得するために製造されていたものであるが、現在では家庭用コンピュータ向けにゲーム性を加味し販売されている。フライトシミュレーションでは武器を搭載した軍用機の操縦をテーマにしたものと、 民間機の操縦をテーマにしたものに大別される。前者はミッションと呼ばれるあらかじめ決められた目標を敵機を撃墜する特定地点を爆撃するなどを達成したり、ネットワークで接続されたコンピュータでドッグファイトを行って互いに撃を狙うスタイルが多い。後者は基本的にゲームの舞台上を自由に飛行することもできるが、 現実の旅客機のフライトプランをゲーム中で再現することでその旅客機から見える風景を楽しむといった要方法もある。アーケードゲームでの旅客機シミュレーションゲームではいろいろな環境、各種空港や夜間などでの着陸をスムーズに行うことを課題にしたものもあった。またレースゲームでも現実の物理法則を適用および 車両のコックピットなどを詳細に再現することで緻密な世界でのレースが体験できる傾向のゲームがドライビングシミュレータ、レーシングミュレータとして販売されることもある。現在の欧米コンピュータゲーム市場にて人気のあるジャンルにリアルタイムストラテジー略して RTS が存在する。ゲームのテーマ自体は棒シミュレーションゲームと同じく戦闘を再現すことにあるがゲーム中は リアルタイムで進行し、各ユニット、大小様々な部隊、登場人物の単位などに命令を与えて行動させる。そのため、緻密な操作を素早く行うアクションゲームとしての性質も持ち合わせていることが多い。昔から、シミュレーションゲームを短で展開させる試みはいくつかあったが、現在のリアルタイムストラテジーは、ゲームの舞台にはス目を描かずにより柔軟な動作を、 行わせるマウス操作によって複数ユニットを的確に扱うことが要求される戦闘だけでなく建築物の建設や資源の確保ひいてはそのためのユニットの存在も必要となるなどの要素も取り入れるなどにより現在ではネットゲームの主要な一ジャンルとなっている日本で某シミュレーションゲームというジャンルに属するゲームについては欧米では ストラテジーゲームと呼ばれることが多い。欧米圏でシミュレーションゲームという言葉は、ウォーシミュレーションゲームの範疇に入らないゲーム、実機シミュレーションゲーム、経営育成シミュレーションゲーム、生態系シミュレーションゲーム等で使用される傾向にある。日本では欧米や他のアジアの国々と違い、リアルタイムストラテジーが普及していないため、実質的にターン制ストラテジー、ターン、 ベースとストラテジー、TBS のみを指す言葉となっている。主に以下のように分類されるが、厳密に区別できるわけではない。評価する人により、あるいは文脈により同じゲームが異なるジャンルとして扱われることもある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。